ホーム専用線の貨物列車南四日市駅は、三重県四日市市、日永東三丁目にある、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道関西本線の駅である。駅番号は CJ12。関西本線の運行形態の詳細は、関西線を参照。名古屋駅と亀山駅を結ぶ JR 東海関西本線の、 中間駅の一つで四日市市の南部に位置する。周囲には規模の大きい工場が点在し、旅客の他にも工場向けの貨物を取り扱う役割を長年担っていた。日本国有鉄道時代の1963年に開業。1987年の分割民営化で旅客営業は JR 東海。 貨物営業は JR 貨物が担当するという現在の形態に変わった。関西本線の四日市駅、河原田駅間には河原田駅と津駅を結ぶ伊勢鉄道伊勢線に直通する同社の普通列車も停車する。この伊勢線は1973年の開業時はこの南四日市を起点としていたが1987年に国鉄から 伊勢鉄道へ移管された際に、河原田起点に変更された。伊勢鉄道の駅番号は当駅には付けられていないが、改札口の脇にかつて、伊勢線が当駅起点だった名残で、伊勢線の0キロポストが建てられている。例年、四日市始発の F1 臨時快速列車が当駅で、側線に入り、快速見栄を退避することがある。ホームが地面に接する地上駅である。 ホームは、その両側を線路が挟み込む島式ホームという形式である。ホームの西側が1番線、東側が2番線であり、1番線に、四日市、名古屋方面行きの上り列車、2番線に、亀山、津方面行きの下り列車が発着する。ホームのある上下本線の他に、ホームのない副本線1本や、複数の側線がある。駅舎は、 公内西側にあり、ホームとは公内踏切で連絡している。亀山駅管理の無人駅である。以前は自動券売機と JR 貨物委託による JR 全線切符売り場があったが、後に東海交通事業による簡易委託駅となり、2011年3月31日をもって簡易委託は終了し無人化された。JR 貨物の駅は、 シャー貨物の臨時取扱い駅であり、定期貨物列車の発着はない。かつては、駅南方にある JSR 四日市工場への専用線があり、合成ゴムのコンテナ輸送が行われていた。この専用線では多岐7900型などのタンク車によるラテックス輸送も行われていたが、2001年に四日市駅発送のコンテナ輸送に切り替えられた。 2006年3月改正の時点では、四日市方面との間に高速貨物列車、専用貨物列車各一往復が設定され、2008年3月改正から高速貨物列車のみに減便されるが2010年3月改正まで、その状態で推移していた。2011年3月改正で、定期列車の設定がなくなり、以降は臨時列車扱いとして、しばしば運行されていたが、 2018年5月31日を、もって運行及び専用線の運用を終了した。この他にも、JSR 四日市工場の南にある、三菱化学四日市事業所川尻工場、駅の北側にある、三菱ガス化学四日市工場への専用線もそれ、以前に存在した。そのうち、三菱ガス化学専用線では、火酸化水素輸送が行われ、 タム8000型などのタンク車2003年以降は古希200型に積載したタンクコンテナが専用船を出入りしていたが2007年に専用船が廃止された。三重県統計書によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。2018年度の発送貨物は7510トン、到着貨物は1880トンであった。ありがとうございます。